ピピット調光シリーズ設定方法。ペアリング設定をやり直し、工場出荷状態にする。ピピットハンディライコンの蓋を開け、リセットボタンを押します。照明器具の受信部に向けて送信ボタンを押します。リセットした照明器具は、一旦加減点灯した後に100%点灯します。100%にならない場合は、すでに工場出荷状態になっているか、ペアリング解除を再度試みてください。ピピットハンディライコンの蓋を閉じます。蓋を一度閉めてから初期設定に進んでください。